皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います2019年2月5日火曜日暗号資産草コイン中野研究会本日のお題なんですけれどもお金がなくて困っている方へ この世の仕組みを理解して、元気になりながらお金を稼ぎましょう。えー、スピリチュアル講座ですね。あの街、ー、に待ったスピリチュアル講座のね。今日もやっていきたいと思います。で、今日ね。あのー、朝からね。この図を書いてました。またね。いつもの絵でね。ピラミッド型なんですけれども。 もう少しししね分かりやすくしましたも,もっとねあの、えー、一般的な表現を用いてね <laughs> 一般的な言葉を用いてまあこの、まあ、この世の中3つに分かれてますけども「潜在意識」と「潜在意識」と「消費意識」ですねこれはあの、まあ、20世紀のユングが発見しましたねまあ,あのユングがですね人間 ハードウェアとソフトウェアに分かれてて、まあ、ハードウェアは肉体ですよね、まあ、肉とか血とか骨ですよねそれでソフトウェアっていうのは、まあ、心だで心は3つに分かれてて顕、えー、在意識っていうのは五感、えー、で感じ取る、えー、はい。 ね、僕たち自分,自,分自身が、えー、感じ取って考えていることが顕在意識だったあとは自分ではか感知できないところがね五感では感知できない潜在意識とその下に超意識とこの3つに分かれているっていうのが、えー、ユングによってですねこれが20世紀における心理学の大発見だと言われてて。 まあこれはあの数学の方程式とか物理方程式よりももうさらに人類にとってのね大発見であるとも言われてます。で皆さんがねあのご存知の顕在式っつって僕たちがいつも考えてるでしょ頭の中で考えてああしようこうしようって言ってやってますよねまあ、仮想通貨が下がったら買おうかなとか、まあ、下がったから売ろうとかね、まあ、あと FX なんかもそうですしまあいつも仕事なんかもやってますよね。 上司からこうやって指示されたから、そういう風にやるとか。まあめんどくさいからやらないとかね。うん。まあ朝だから会社行くとか行かねえとかね。<laughs> 眠いから遅刻しようとか。まあ、それは顕在意識で潜在意識っていうのは、あの一般の人にはあの考えた時もないと思います。まあ、ほとんどの人は99%以上の人は顕在意識しかよ。あのないと心は顕在意識しかないと思ってずっと。 そのままま生きて死んでいいくだけだけと思いますよで90それが99%以上ね99.8%の人で潜在意識っていうのは、まあ、宗教を信仰してたりね、えー、スピリチュアルに興味のある人は、まあ、潜在意識っていうのもあるのかなっていうのを確かにあるなと、まあ、特に宗教を信じて信仰してる人ね、まあ、宗教でもいいし宗教じゃなくてもいいよその、まあ、スピリチュアルのことを 興味があるなっていう人は潜在意識のこともよく知ってるかなと思いますそして <laughs> あの超意識っていうのがあるんですよねこれは、えーまあ、潜在意識はねあのその気になれば意識できるんだけど超意識は、まあ、誰も誰もですね私も含め誰も、えー、触ることができない意識することができない、えー、領域っていうのがあるんですよねでこの3つがあると。でねあの <laughs> 大きさ的には この顕在意識って言って私たちが頭の中で考えていることは本当んこにちっちゃくてですねえこの世の小祭りみたいなもんでですねまあ大したことないね人間の頭の中で考えられるっていうのものっていうのは太平洋の水があるでしょ太平洋海に海があるでしょ太平洋とか大西洋とかインド洋とかあるじゃん、まあ、それのねまあ地球上にある 7つの海の海のですね水の、えー、たった1滴の水滴ぐらいにしかな,ないです、はい、そのぐらいのことしかないですね大したことは考えられないし人間ごときが大したことは考えられないしこの世を変えるとかね、えー、自分自身の運命を切り開いていきたいとかそういうことはできないです。 はい、こ,の大したことないんですよね人間は人間が持ってる大脳神皮質っていうのは大したことができないんですよ。で潜在意識っていうのは、えー、人間がそもそも生まれてね意識しないで持っているですね、えー、脳幹とかあるでしょ。で私たち意識しなくても心臓がずっと動いてくれてるでしょ。リンパ腺がずっとあとは血液が白血球が動いてくれてるわけですし肺は意識しなくても空気を吸ってくれるわけですしね。 腎臓肝臓肝は血液をきれれいにしてくれるわけですよで胃とかね小腸大腸はまあ食べたものを溶かしてねあの栄養を吸収してくれるわけですよね。なぜそうな,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 ぜそうなってるかというとあの私たち人間というのはね健在意識しか理解できないもんですから、ね、あの私たちの体自分の体でさえ理解できないわけですよ。 うん、それなんで人間が成長してね老いていくのかどうしてこう <laughs> 生きてるのか息吸ってんのか皮膚は成長してるのか爪がなんで伸びるのかなんて分かんないでしょう自分の体でさえ分からないんですよそれは全部潜在意識でやってくれてる、うん、だから大いなる力によってですね私たちは生かされてること自体を、まあ、あのまずは認識してそれ認めないといけないんだけど まあ認めることができる人なんかほとんどいないです。自分は自分の手によって毎日自分の力で生きてるんだと思っちゃうんですよね。はい。成り上がっちゃうんですよね。で、成り上がった状態だとどうなるかと。健在意識の中でしか生きてい、まあほとんど99.8%の人はこの中でしか生きてないですから、そうするとどうなるのかっていうと、まあこの世の中はまあ思考の世界ですよね。 うん、大脳神秘質で考えてで生きてるとだからまあまあマッキンゼーとかねボストンコンサルティングとかアク,ア,ンダーセンアクセンチュアとかね野村総研とかでもいいんだけど日本総研でもなんかいろいろ考えてさこの世の中調査してねマーケティングリサーチしたり調査してあ,あれこれこねくりまんしてね経済指標こねくりまんして。 それによって何かこう導き出されたものをビジネス,ジネスモデルとしてやればね会社は成功するんだってこう思っちゃうのが顕在意識なんですよね五感で、えー、情報を集めるわけですよだから思考の世界だね頭いい人がまあ頭いい人が成功すると思っちゃうわけなんだけどねだからまあ物質世界だよねこの世の中は物質だから全部がでお金が必要な世界ですよね物質を手に入れるためには 物質とかサービスを手にに入れるためにお金が必要ですからでもちろん地位と名誉っていうのが、まあ、お金とともに重要な、えー、ファクターになってますよねみんなこう地位とか名誉を求めて生きてるわけですよ特に男の人はねで人間の欲望の世界、まあ、だから頭で考えるから地位とか名誉欲しいしお金も欲しいしいろんなものが欲しいってなっちゃうわけですよね。 この世の中っていうのは全て結果の世界で。あの。ま、あ結果なんですよ。もう枯れた世界なんですよね。はい、結果なんですよ。結果をさらにこ,このねこね。くり回して結果をこね。こう書いたけど、結果をこねく。こここねくり回して、えー、さらになんか新しいクリエイティブなものを作ろうとしても、もう枯れてさ。ゴミなんだよ。この,この世界ゴミだから。 ゴミをこねくりましたってただのゴミしかなんないから結論は出ないんです本当はだからほとんどの <coughs> ビジネスコンサルティングっていうのは失敗してるわけですねで五感で感知する世界ですからこの世のはねで人間は、えー、五感があるでしょで五感によって、えー、この世の中を把握することができるわけですよねで目が見えなければ えーまあ、光がある世界っていうのは知らないわけだけど音があることは分かるよね。で目と耳が見えなければ、まあ、手で触ってですね空間があることは分かるし何か物があるなって分かるよね。だから五感がないとやっぱりちょっと難しいかなと。五感がないとこっちになるよね。でこの世の中っていうのは無意味で無味無価値なんですね。ちっぽけで乾燥してます。もうゴミだからね。結果 こっちのね実は潜在意識で考えたものがただその物質化してるだけだから、まあ、脱皮したヘビとかさあのヘビ <laughs> とかトカゲとかあのザリガニとか脱皮するでしょ脱皮した皮ですよただのね川だからそれ意味あんのっていのないでしょもう無価値だからはいだからこのような 世にあるものは全て無価値だから何も欲しがる必要はないしね地位も名誉もお金も何、うんも,のも全て欲しがる必要はありませんはいそんなものを欲,し欲しいって思ってどうするのって感じだよねはい五感の感じ取って行動しても未来は変わらない状況はよくならないってことですね あなんか病気になっちゃったどうしようどうしようって医者行ったってよくならないってことですよね、はい、西洋医学東洋医学やってもよくならないですねでまあいわゆる地獄です地獄に送り込まれたわけですね人間私たち打天使だからねもともと天使だったんだけど地上に降りた天使なんだよね打天使なんです悪いことしたからね昔ねだから地獄この地球上は地獄なんですそれで人間は物質物質世界に生まれて五感を与えられたとでね もう五感ががああって目の前には物質があるとだからこの中で生きていくのが幸せなんだなと思い込ませるのが、えー、神様の、えー、最終試験なんだよね。うん、で悪霊が支配してますよこの地球上はね。はい、だから悪目の前にあるものを追い求めるとあなたは悪霊になりますよ。で大脳神秘質で生きてると。昔は人間は大脳神秘質はなかったんですよね。 だからこの潜在意識を理解できなかったし理解する必要はなかった、うん、こっち潜在意識で生きているからね大の進出はなかったその方が、えーまあ、天使として生き,生きることができたというわけですねで頭で考えるとあのダメです、ね、頭の中に悪霊がいるんでね人間全ての人間には頭で頭で考えると悪霊に全部見破られます えー、あこいつこんなこと考えてんなんで陥れてやろうっつってね最初はうまくいくんですよだからあの最初はねうまくいくんです悪霊は、えー、ビギナーズラックってあるでしょ最初うまくいかせてあこれうまくいくなと思って、えーまあ、パチンコでもねギャンブルでも FX でもあこれ儲かるじゃんと思っていかせるわけですよあの商売でもビジネスでも全部一緒です ただし頭で考えてるとやっぱりその先のことはねドーンって端子を外されるわけですよねコツコツドカンってやれるわけですこれは頭で考えてて全部悪霊に見抜かれてるかわけですよだからそうなるんですよで腹黒い奪い奪合う世界ですねだからこの建在意識まああの私たちはこの建在意識目で見てね耳で聞いて手で触,触られるもの が100%、この世の中100%だと思ってんだけど、こんなのクズみたいなもんでね、もう捨てて、捨てていいですよ。この世の中にあるものは全ていらない。燃やしちゃっていいですよ。お金なんかいらないですよ。1万円とか100万円とか1億とかね。1万円っていうのは大切かもしれないけど、1万円札は必要ないですよ。1万円をもらうその心、心、気持ちが大切なわけですよね。1万円をあなたにあげる。その気持ちが、 大切でで、このは潜在意識本当で私たちはこの潜在意識の中で生きることによって幸せを手に入れることができるわけですね。でこちらが潜在意識がこの地球上の7つの海の全ての水の中のたった1滴の水ぐらいしか 力もなければ価値もないんですが潜在意識はもうちょっとあるんだよねただそんなに大きいなわけじゃないですよで心の中の世界であって頭の中の世界じゃないんだよねうん心心の、まあ、だから心臓に近いところだよね胸の中ですよねで愛が溢れている世界ですね愛が溢れると心臓が鼓動が高鳴るでしょうだからそあのあ愛の世界ですね お金は無限に与えらら、れる世界ですからお金はまあ必要ないんだけどお金っていう紙切れはあの無価値なんだけどお金を渡すっていうお金を渡すっていうのはあの愛情とかまあ尊敬の念とかねをあの渡すっていうことですからこれはお金は無限に与えられる世界ですよ。で地,地位名誉もう自由自在になりますともう全然与えられます。 でね、こっちはね潜在意識はね自分で作り出して自分でまあ奪い合ってねお金を自分で稼ぐっていう考え方なんですよねまあ、そうだよねお金稼ぐ勤労して稼がなくちゃいけないって言われるけど実は本当はそうじゃなくてお金は与えられるものなんです自分で追い求める必要はないんです全くないんですね人間の純粋な部分だけの世界なんですね潜在意識っていうのは はい、愛の世界ですね。人間は心で考えることはできません。心で胸で考える、いわゆる心の中の世界であって、えー、心で考えることはできないんです。どういうことかというと、考えちゃいけないんですよ。考えちゃいけないし、未来を想像してもいけないんです。ただ、心の中で湧き上がってくるこのアイデアを、そのまま受け入れ,れればいいだけです。 うん、心の中が愛の世界だからここでね自分を陥れるようなアイデアなんていうのは湧いてこないから絶対にだから心のそそこから湧き上がるアイデアをそのまま受け入れて、えー、その日その日を行動すればいいだけです。で自ら考え出すものではありません潜在意識で思っていることが体に現れるのであの何も考えないで行動していればあの健康になります病気は治ります。 潜在意識で思ってているるここことがのの上にに現れる全ての原因はここにあります、はい、心,心ってもう心臓の近くにあるよね頭の中にはないですよ心は頭の中には思考しかなくて思考はあの悪霊が支配してるんでね頭の中で何か考えると全て悪い方向に行きますあの心の中から心の奥から湧き出るアイディア ね、愛情に溢れてるからそれ天使が送ってくれてるんですよ自分に対してね送ってくれてるわけ天使がね悪霊が気づかないところで送ってくれてるわけですよで悪霊は心は心に気づいてない心見えないからだからねあのなんか考えると駄目ですから何も考えないないつも何も考えないマインドフルネスでねはい心を 空にしてください頭を空にすると悪霊は出ていきますからね頭の中は何にも考えないそうするとこいつ何にも考えてねえじゃんバカなんじゃないっつってどっか行っちゃいますから頭の中はいつも空にする心の中から心の奥から湧き出てくるアイデア、まあ、愛,愛ですよね愛を受け取るようにしてくださいでそれは体も良くするし自分が今日何をすればいいのか今後何をすればいいのかっていうのは ビジョンとして現れてきます原因を正せば病気は治りお金は無限に与えられます潜在意識の世界こそが本物の世界です愛が溢れる温かい世界与える与えられる世界であって奪うものじゃないしお金は稼ぐもんじゃないんですよお金は与えられますから大丈夫ですその代わり与えられたもので与え返してください であと超意識ですね超意識はあの全宇宙のほとんどをカバーしてるほとんどの領域を超意識超意識って言ったところでそこはまあきちんとしてねもっと愛にあふれ愛と光にあふれてますよ愛と光にあふれて、まあ、光っていうのは、えー、知恵ですねで愛っていうのは熱ですねはいで超意識はクリエイティブパワーの源ですねまあ、太陽みたいなもんで ま、地球上のにね動物も植物も全て、まあ、鉱物もそうですけど太陽の光と熱がなければ私たち生まれてこなかったわけですよねだからくまあ太陽みたいなもんですねクリエイティブパワーつっていってまあ光と熱以外にもあるんですけどねあと想像の源私たちには理解できないし理解する必要もありませんで超意識っていうのがあって私たちは生かされてるんだなだからえー ね、生かされて愛を送り続けられてるんだなっていうものを意識してですねそして安心して頭の中を真っ赤空にしてですね愛の中で生きるだけで私たちは生きていけるんですよ。億万長者になれるんですよ <coughs>。あらゆる病気治りますからこんな余裕では分かるでしょ分かんないか <laughs> マインドフルネスとか悟りを開く。 まああとは中村天風先生が体験したようにですねヨガの世界だったらそうですねヨガを習得するのもいいと思いますしねあとはまあ弓道とか剣道とか柔道のように何か道を極めるというのでもいいかもしれません。はいということで頭では分かっていても行動に移すには長い年月が必要となります。 私はね3、3ヶ月ぐらいでね、えー、この悟りの境地に至りました。まあ、結構ね、焦ってたんでねで。マインドフルネスずっとやってました、毎日ね。YouTube 見てね。で、毎日焦っちゃって頭で考えちゃうんですよね。でも、まあもういいやと思ったんですよね。もうどうにでもなれと思って、3ヶ月ぐらいかな、2ヶ月ぐらいかな。 あのマインドフルネス状態になることができて今もなっています。だからマインドフルネス、まあ言葉は違うけど、あの悟りの境地ですよね、えー。まあ宗教でいうところの、はい、悟りを開くマインドフルネスの実践が鍵ですので、まあ、これしかないと思ってますよ。だから別にさ億万長者になるために。 仮想通貨を買う必要もなければ、F.X. をやる必要もないんですよ。うん、逆に、悟りの境地に至らないのに仮想通貨買っても、F.X. やっても億万長者にはなれません。独立開業してもね、億万長者にはなれません。何やっても失敗します。はい、だからあのなんか何もやる必要ないんですよ。眠りながら成功できるわけですよね。寝てても成功できるわけです。 だからお釈迦様の銅像,銅像とかっていうのね木造とか銅像っていうのはいつも涅槃像じゃない涅槃像とか半分しか目開けてないでしょ、ね、寝てるような感じじゃないですか、まあ、そもそも私たち人間ごときの願い事なんか耳に聞き入れる必要もないと思ってるからね、うん、それと、まあ、眠りながら成功してるわけですねお釈迦様はね寝てても何してても大丈夫だと でそういうの表れですよね安像っていうのはねそうじゃないんだとそうじゃないんだと<笑><笑>全ては愛愛や愛の中から与えられるここをね潜在意識をまず理解しないと、えー、次の超意識にはいけないですね超意識で何を勉強しなきゃいけないのかっていうのはまたその潜在意識の領域で、えー、悟りを開いた方だけにね またこの超意識のない深い内容っていうのはまあ、お知らせしていこうかなと思うんだけどもまずほとんどの人はここ顕在意識の中にいてね、えー、どういうビジネスやれば儲かるんだとかねどういう投資をすれば儲かるんだとかこうやってこう顕在意識の中でね、えー、ごちゃ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 やってるわけなんだけども全てうまくいきませんうまくいってないでしょ皆さん潜在意識の方に来ないとダメだよねこっちだからもう口酸っぱく言ってんだけど僕は仮想通貨 やれば儲かるとも言ってないし FX やれば儲かるとも言ってないですよ、うん、潜在意識状態マインドフルネス状態にならないと何をやっても儲からないと逆に潜在意識状態になれば何にもしなくたってもかりますよと寝てても儲かるよと言ってますはいそれで潜在意識状態になったら次に超意識状態になる必要がある、まあ、必要があるというかな,なった方がいいよねうん人々を導くためにねまあキリスト意識 と失ったゴータマの意識、まあ,あとは、えー、まあホメットの意識ですよね。どういう意識状態になのかっていうのはまた今度ねあのせあの,この潜在意識状態いわゆるマインドフルネス状態にな,なることができた人だけにまたセミナーでも開いてねお伝えしていこうかと思います。それでは、えー、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。